株式会社公営テクモホールディングスは、コンピュータゲーム開発会社である公営テクモゲームスなどを参加に持つ持ち株会社である。2008年8月29日に、スクウェア・エニックスがテクモの株式公開買い付けを行い、同社を子会社化する計画が発表された。その中で、テクモは有能な人材及び安定した開発環境の確保。 ブランドの維持発展の面でより良い選択の可能性があるということから、スクウェアイニックスの提案には賛同しなかった。テクモは、スクウェアイニックスの提案と、ほぼ同時期に、公営からも経営統合の提案を受けており、両者の創業者同士で付き合いがあったことで、それによるシナジー効果、文化的に共有できる面が多いことから、経営統合を決定し、11月18日に、 共同持ち株会社の設立が発表され、2009年4月1日に、両社の株式移転によって設立された。2018年1月、大阪地裁において、カップコンが公営を提訴した、特許権侵害訴訟に関する判決が下され、例シリーズにおける、捜査版振動に関する特許についての侵害が認定されたとして、約517万円の支払いを命じ、 戦国無双シリーズなど48タイトルに関しては、カップコンの訴えを棄却する判決が下される。2020年12月、上記の訴訟で、最高裁、第三章法廷は、公営側の上告を退ける決定を15日付でした。計35製品の特許権侵害を認め、約1億4千万円の賠償を命じた日清、自在高裁判決が確定。ありがとうございます。